2月18日から20日、現地17日から19日にかけて、NBA オールスター2023が開催される。NBA オールスターゲームを筆頭に、若手が出場するライジングスターズや、ダンクや3ポイントなどのスキルを競う各種イベントも開催される。毎年2月中旬のこの時期はオールスターウィークエンドと銘打たれ、レギュラーシーズンが一時的に中断される代わりに、多くのスター選手が集まるバスケットボールの祭典が行われている。ここでは、NBA オールスター2023の日程、開催地、放送予定、視聴方法などについてまとめる。NBA オールスター2023の日程、時間はすべて日本時間2月18日、現地17日、ジョーダンライジングスターズ練習、午前4時半バスケットボール殿堂記者会見、午前7時半ラフルズ NBA オールスターセレブリティゲーム、午前9時ジョーダンライジングスターズ、午前11時出場選手、試合経過、ハイライト第1戦、チームパウ40、25チームデロンボックススコア第2戦、チームジョアキム40、32チームジェイソンボックススコア決勝戦、チームジョアキム20、25チームパウボックススコア2月19日、現地18日、NBA オールスター練習プレゼンティドバイ ATT、午前3時 NBA オールスターメディアデープレゼンティドバイ ATT、午前3時 NBAX ヒブククラシックプレゼンティドバイ ATT、午前6時アダムシルバー NBA コミッショナー記者会見、午前9時ステートファームオールスターサタデーナイト、午前10時キアスキルズチャレンジ出場選手、経過、ハイライト、歴代優勝者スターリーさんポイントコンテスト出場選手、経過、ハイライト、歴代優勝者 ATT スラムダンク出場選手、経過、ハイライト、歴代優勝者2月20日、現地19日、NBA レジェンズアウォーズ、午前3時 NBA G リーグネクストアップゲーム、午前5時オールスタードラフトプレゼンティドバイジョーダンブランド、午前9時半第72回 NBA オールスターゲーム、午前10時半出場選手、経過、ハイライト、歴代試合結果 NBA オールスター2023の開催地今年のオールスターはユタ州ソルトレークシティで開催される。メイン会場となるのはユタジャズの本拠地であるビビントアリーナだ。他にもユタ大学の本拠地であるジョン・M・ハンツマンセンターなど、ソルトレークシティの様々な会場がイベントに利用される、オールスターウィークエンド中、開催都市は会場だけでなく多くのお店やレストランなどもオールスター色に染まり、大きな盛り上がりを見せる。昨年はオハイオ州クリーブランドで開催され、来年はインディアナ州インディアナポリスでの開催が決まっている。ソルトレークシティでオールスターが開催されるのは1993年以来で史上2度目のこと。会場は同じビビントアリーナだったが、当時はデルタセンターの名称で親しまれていた。オールスターゲームではジャズのカール・マローンとジョン・ストックトンが最優秀選手 MVP にダブル選出されている。NBA オールスター2023の放送予定、視聴方法 NBA オールスター2023は、NBA 公式動画配信サービス、NBA 楽天にてライブ配信される。18日にはライジングスターズ、19日には NBA オールスターサタデーナイトで開催されるスキルズチャレンジ、3ポイントコンテスト、スラムダンクコンテスト、20日には第72回 NBA オールスターゲームがそれぞれ配信される予定だ。加入プランによって視聴できるタイミングが異なる。リーグパスでは全イベントのライブ配信と見逃し配信が提供され、ベーシックパスでは全イベントの見逃し配信、ライブ配信終了後に視聴可能予定が提供される。試合結果を予想して豪華景品をゲットしよう優雅堂、無料版では、スポーツ番付勝利予想を実施中。やり方は、対象の試合結果を予想するだけ。当たれば豪華景品がゲットできるかも、再生ボタン無料エントリーはこちらから。